せーの、親部屋株式会社新婚夫婦。何やねん。はい、ね、今日はですね、はい、私、はい、今日は一人で、はい、お友達が、はい、赤ちゃん生まれたので、はい、遊びに行ってきたいと思います。うん、行ってらっしゃい。そう、まだね、本当にまだ生まれたて2ヶ月、3ヶ月ぐらい、うん、の今日初めて寝返りを打てた。でも寝返り打てたけど、うん、戻ることができないから。今日、今日、さっき、ね、なんで行く前にその情報が入ってきたの。そう、教えてくれた。今日寝返り打った。今日初めて寝返り打ったって言って。だけどそれをまた反対にコロンってしないと大変なことになっちゃうから、うん、そうなんだ。そう、だから今日初めて会うの、生まれて、うん、私その生まれる前はお腹ちょっと大きい時にちょっと会ったことあったんだけど、うん、久々に会うので。おー、すごい、着々とママ情報をそうやって仕入れてるわけだね。仕入れているわけです。まあそういう感じじゃないけど、普通にお祝いに行けたらなと思って、うん、はい、うん、やっと会えるかなという感じで、はい。まあ、僕はね、別のちょっと仕事があったりなんで、ね、はい、行きたかったんですけど、はい、今日は一人で行ってきたいと思います。いうことで、はい、行ってらっしゃい。今はお昼寝中。お昼寝中です。はじめまして。すごい。しかもこの体勢で寝るのは初めて。初めてだそうです。今日初めて。かわいいね。ちっちゃいね。まだこれでも倍以上なったの。そうなの。そうそう、これで4ヶ月もうすぐ4ヶ月もうすぐ4ヶ月か。キャー、にゃんこも、にゃんこも逃げちゃう。何それ。そして私のお友達、ゆかりちゃんです。はじめまして。みっちろちゃん。ゆかりちゃんもね、初めての子産んだんですよね。初めての子、ね、もう毎日が感動的なんでしょ。そうそう、もうね、毎日違うからね。毎日顔違ってくるもんね。かわいい。ちょっと後でまたお邪魔しますね。妊娠おめでとうございます。ありがとうございます。私のお下がりです。嬉しい。、マタニティパンツ。そう、マタニティパンツ。初めてマタニティパンツね。これ絶対あった方がいいよ。そう、私妊娠してから。どのぐらいから。もう着用してた。7週とかでしょ。そう、今8週目。あ、8週か。そう、多分全然着てた私。あ、本当。あの、お腹は全然出てないけど。すごい。あ、熊田さんにもいただいたんだけど、まだ着用してなくて、うんうん、こうすごい深くなってるの。ゴ、うんうん、がゴム。あ、そういうことなんだ。じゃあ別に締め付けないから、すごい楽で嬉しい。お腹出てなくてもね、うん、なんか気持ち悪かったからこれ履いてて、うん、そうで、これも、うん、ここが、あ、こっちもデニムタイプ。あ、これはお腹が守られるタイプだ。そうそうそう、これも一緒なんだけどね。ありがとう。あ、そっちもあれなの、お腹守られるタイプ。そうそう。じゃあもうこれずっと着用できるの。できる、後半まで。じゃあたくさん着用します。うん、ありがとう。そして私もちょっとこれ袋違うんですけど。ありがとう。でもショウコと同じ本あるよこれ。あ、ほんとだ、すごい。そうね、私があなたを選びました。みんなもすごい、たくさん本あるね。あ、すごいいっぱい。母ではなくて親になる。これ面白いよ、よちよち父。あ、本当。うん、よちよち父、かわいいこの絵が。そうそうそう、これ3 え、辛くなった。なってないんだけど。産後辛くなったら読む本。一応産後うつを知っとくのはいいかなと思って、うん。あ、漫画なんだ。あ、漫画もありつつ説明書いてあるやつ。 それかわいい。お腹を選んだわけはっていう本と、癒される、ゆうこりんが推薦してる。そうそう、安眠ガイド。うん、よく寝れてる。寝れてる。あ、寝てる、うん、よかった。ちょっとじゃあこの辺もまた私も読まなきゃ。
面白いよ。なんか救われる、こういう。あ、本当。そう、なんか赤ちゃんが選んで私のとこに来てくれたって思うと、うん、すごいなんか癒される。あ、そうだよね、うん、ゆかりがくれました。嬉しい。これ私がもう大好きな、これ知ってた？この場所知らない。あ、そうなの？有名？そう、これこれ関西だけなのかな。これエコルセ、アンデルセンだ。なんだろう。あ、そう、これね、それ、うん、なんかちょっと可愛かったからちょっと開けてほしい。それは私の好きな、これ、これ、これ大好きなの。嬉しい、ありがとう、たくさん。え、すごい、これ。え、なってる、ちゃんと。え、なってた、よかった、よかった。これね、赤ちゃんの名前が書いてもらえるの、オーダーで。いや、他は赤ちゃんのね、あ、ピントあった、あった、ヒヨトって書いてあるとか、お花とか。わー、ありがとう。ヒヨコとか、おやつに。かわいい。そう、なんか男の子なんで、おめかしだ。そう、おめかしできるときに。すごい。なんかこっちのパンツなんだけど、うんうん、パンツは1歳から3歳ぐらいまで、へー、なんか長く着用できるやつで、こっちも多分結構長く、うん、1、2歳ぐらいまで。あ、そうなの？折り曲げると着用できるみたい。ありがとう。こんなん全然持ってないの。本当に？それこそメルカリでお洋服、うん、そうか、メルカリのメルカリをめっちゃ活用してて、私のメルカリ、私が出品してるのもゆかりがたまに買ってくれたんでさ。あ、これロンパースになってて、これ多分1歳の誕生日とかで着れそう。あ、そう、そういう時に着用してよかったら。ありがとう。なんかここを袖をね折ると全然なんか ちっちゃくても着用できるみたい。うん、ありがとう。あ、俺のだ、俺のだ。やばい、起きた。起きた。あ、かわいい。こういう時どうするの？抱っこ。抱っこしたらすぐ収まる。収まった。まだ半分寝てる。かわいい。顔に跡がついてる。かわいそうな。はじめまして。だからやだね、寝起きに取られた。ね、じゃあ今から抱っこ、初めて抱っこします。はい、お願いします。あ、お願いします。失礼。いいでしょうか。うん、あ、うん、あ、どうしよう。あ、ひよちゃん、お母ちゃんいるからね。お母ちゃん見てる。お母ちゃん撮ってくれてるよ。しょうこだと泣かない。え、すごい。あの、ダメだったもん、うん、この間渡した瞬間ギャーだったから。あ、ほんと？そう。すごいね。あら、嬉しい、やった。あら、よかったね。どういう抱っこが一番好きかな。笑ってる、笑ってた。え、ほんと？やった、やった、嬉しい。嬉しいね。重いね。そう、今 6.3キロ。え、6キロあるってこと？そう。え、すごい。生まれた時は2600だったんだけど、うん、あ、2600なの？え、さっきのあれやりたい、ぐるぐる。うん、やってみて。ぐるぐるしてくれるかな、私で、うん、じゃあぐるぐるしようか、ひよちゃん。あ、持ってくれてる。ひよちゃん、ぐるぐるする？ぐるぐる。はい、せーの。ぐる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 。ちょっとお手本をやってもらおう。はい、ママのお手本。いやー、ひよちゃん。せーの。ぐる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 。あれ？ひよちゃん笑おう。ぐる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 。歌わないとダメ。ぐる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 。ドカーン。ひよちゃん、いくよ。はい。ちょうちゅうちょうちゅう、あわわ。かいぐりかいぐり、てってのみ。あっちゅーむてんてんひじぽんぽん。あ、笑った、ちょっとちょい笑い。微妙だね。ぐる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 。ちょい笑い。ぐる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 。あ、ごきげん。ぐる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 。ごきげん。ぐるぐるぐる。すごい、かわいい。かわいかった。じゃあこの辺で、ハブショコのチャンネルはね、ひよちゃんはこれからインスタグラムを投稿するそうなので、うん、すると思うよ。チェックしてください。バイバイ。バイバイ。バイバイ。